皆さんこんにちは。今から盆栽職人、盆栽クラフトマン、リポッティング。山田さん、やりながらすみません。はい。この盆栽は何年生ですか？ How old is it? 50年。Now, 盆栽クラフトマン said to me, 50 years old, 50 years old. Hard work.そう、今盆栽職人は、根っこを切ってます。盆栽クラフトマン cutting roots now。根の張り方を見てもらうかな。うん、お願いします。プリーズ。お、根っこの張り方がこうなってます。ありがとうございます。でここまで張っちゃうと、うん、根が今度次の年1年が、うん、大変だから、あ、根が伸びる余地を作ってあげよう。なるほど。まあ、今根っこがいっぱいありすぎて困るから、ある程度根っこをカットして、根っこをねリラックスさせようということを今やってます。で上もカットしましたので、盆栽職人さん上先日カットしました。この方が見やすいでしょ、はい、左手でやった方が、うん、見やすい。いや、これは大変な作業だ。この、はい、上の根が入り組んでるんですよね、うん、それで水はけが悪いし、うん、空気も通りにくいから、うん、ここでこうして上の根を少しほぐしてやる、うん、ありがとうございます。皆さん楽しんでもらえるといいやね世界中の方がさ。そうですね。盆栽は可愛がると、うん、すぐこう表情が出てくれるわけ、うん、でこれで植え替えると、うん、この芽がピュッとほう、ええ、開いてくれるわけ。やっぱり手入れは大事ですね。そうですね、手入れは大事。面白い。なるほど。はい。
楽しませてもらってる。これはなかなか大変な作業です。これはこの盆栽職人のこの腕の見せ所ですね。あ、一番面白い部分でもありますよ。あ、本当ですか。はい、これでまたこの木が蘇ってくれて、なるほど、それで一回り大きくなってくれる。木が脱皮していくっていうとおかしい言い方かもしれないけど、どう言って説明するといいかもわかんないけど、一段ずつ階段を上がっててくれる感じがするんですよ。さすが、あの今やっていただいてるこの盆栽職人さんはもう50年以上やってます。だからもうベテラン中のベテランです。私も勉強しなければいけません。これは、はい、木から中心で放射状に引くっていうのがコツです、うん、なるほど、はい、そうしますと、うん、四方から栄養分も水も取れるわけです。やっぱり盆栽研究生の私にはまだ知らないことがいっぱいあります。私もね、勉強しなきゃいけないです。50年なり100年なりこの器の中で過ごしてくれるわけですから、うん、なるほど、うん、あ、やっぱりだんだん放射状になってきましたね。はい、うん、
60年ぐらい前に、はい、このカエデっていうあのこういう種類が流行したことがあったんですよね、はい、あ、そうなんですか。で、石月っていうのが流行しまして、うん、はい、でその当時に作られたものです。そうなんですか。はい、すみません、石月って何ですか。この石に苗をつけて、はい、ほうほうほう、でそれが年数経ったものです。ありがとうございます。はい、でもこういう後ろから見るとこういうところに石が噛んじゃってますけどね、はい、もともとは木が小さくて、はいはい、この辺も石が見えたわけです。あ、根っこが張ってきたってことですね。はい、そうです。成長して、はい、石を覆いかぶせるように、かぶせるように成長したと。そうです。長い年月かかってますね。そうですね。おー、すごい一体化してますよね。すごいですね、盆栽の世界です。今、はい、ここの根に横切って、はい、うん、かぶさってる根をカットします、はい、あ、そうなんですか。はい、こう横切る 根があると、はい、この縦の根が、はい、押さえつけられる。あ、邪魔になるから。そうです、ね、邪魔な根っこは切ると。そうです、整理してやるっていう。あ、そういうことですね。水はけとあの空気の通りを良くするっていうんですか。はい、はい、やっぱり仕事が順調にいってますね。僕じゃこうはなりません。僕研究生なんです。やっぱりだんだん空いてきてるのが分かりますね。これで近くを取っていただけますか。近くですか、はい、ちょっと待ってくださいね。これでこの部分をずっとよろしいですか。はい、おお、すごくほぐれてる。うわ、放射状にほぐれてるわ。やっぱり盆栽職人は早いな、仕事が。
あ、ありがとうございます。この根が枠になってる部分ですね、はい、ちょっと待ってくださいね、はい、根が枠になってる部分を全部取ります。おここで流れが止まっちゃいますから。うん、あ、水の流れですか、はい、水も養分のね、根が新しくなってくれますので。あ、要するに固まってる根はもう切ってしまうと。そうです。あ、なんかすっきりしだした。鉢よりも一回り小さめに、はい、鉢よりも一回り小さめに、はい、そうすると新しい土が入ります。なるほど。ちょっと見やすいように切ってますので、はい、ありがとうございます。下の部分切ります。はい、下の部分切ります。はい、ちょっと上からいきます。豪快ですね。そうですね。もうこれは薄くですけど、はい、こう根っこの部分だけを、はい、こういうふうに根が張っちゃいますから、今度また同じように張ってくれるように、切りした。で、ところどころ、はい、くさびを入れます。空気と水をするために。あ、なるほど、はい、あ、ちょっと待ってくださいね、はい、今盆栽職人さんが、こんな感じで切りました。これは水はけ良くするのと、空気の通りが良くするようにこうやって切りました。
鉢作りますけど、はい、鉢作りますけど、はい、カットどうですか、まずいですか、今鉢を枯らします。で裏もね、はい、虫の卵なんかがある時がありますから、ここも洗うのがコツですね。なるほど。裏は人間にとって見えないからいいだろうと思いつつも、でも虫の卵があるかもしれないから洗うという、やっぱり研究生の私にはまだまだ考えが及ばないところでした。先ほど洗った鉢を今こうやって、留め金してます。土が抜けちゃうと いけないので、網をここきっちりこうずれないようにしっかり固定する。土が抜けちゃうと空間ができちゃうんですよ、はい、なるほど。そうするとその部分に根にカビが生える。へえ、はい、あ、だから今あのそう穴の開いたところに今網をかぶせて針金で土が落ちないように、はい、ずれないように固定していると、はい、ここで木を固定するための針金を入れます、はい、でここも針金がぴっちり入るように、はい、ここに隙間がありますと、はい、絞った時に伸びちゃう、うん、そうするとグラグラに仕上がるってい う締めた時に、うん、あの木が揺れるという現象が起きますの でここもぴっちり入れます。針金をぴっちり入れましょう、はい。はい、これから、鉢に、土を入れる作業が始まります。でですね、この土、何を使ってるかっていうのを今ちょっと袋を皆さんにお見せしたいと思います。この土を使ってます。すみません、教えてください、これはどこの土なんですか？栃木県鹿沼市苦味堂というところの土です。小林産業さんの。あ、そうなんですね。はい、このことぶきマークが、ちょっと待ってくださいね、はい、ことぶきマーク、はい、でこの硬質っていうのを使っています。はい、そうするとこういうふうに根が張ります。なるほど、はい、いい土ということです。非常にいい土ですこんな感じです。アングルを元に戻して、硬さがすごく植物にいいです。そうなんですね。
うちはずっとここの土ばかりです。なるほど、はい、今皆さんに紹介した、赤玉土なんですけど、ここの盆栽職人さんはずっとこの土を使っているそうです。下の隙間をなくすために今やってます、はいはい、あ、なじませてます。ここで正面とこの幅を決めてきます、はいはい、次の植え替えまでこの姿で楽しみます、はい、ここで木を安定して活着させるために針金で固定します、はい、じゃあそれをちょっと皆さんに、よいしょ、ここでずっと針金の余分な部分ですね、はい、で引っ張り上げといて、それで巻きます。でこれ切れちゃいますので、はい、切れないようにここで巻くと、巻くということです。で固定できました、はい、ピンとしてます、はい、はい、でこちらも同じです、はい、引っ張り上げてでここがピンとなって、はい、で下に余裕がなくなったところを巻き上げます、はい、で切れたらついでやり直してください。あ、なるほど、はい、はい、これで隙間をなくすために、はい、すき込んでいる。そうですね、でここで隙間があるとやっぱり同じように、はいはい、カビが生えます。あ、
それはダメですね。はい。今盆栽職人さんが、たくさんすき込んでいます。まあ、先ほどもあの話があったんですが、すき込んだ方が、いいですね。あの空間が空いちゃうと、そこにカビが生えてしまうそうです。なので、今たくさんすき込んでいます。これはね、私のような研究生ではね、どこが空間空いてるかってやっぱ難しいんですよね。やっぱこれもね、ベテランのなせる技だと思います。こう上から押さえて、はい、ふわふわしたら下に空間があります。はい、なるほど、はい。上から押さえてふわふわしてたら空間があるそうです。私知りませんでした。慣れてみてください。はい、わかりました。ぐっと育ちが違います。はい、あの盆栽の育ちが、はい。はい、それと根がこのぐらい張ります。健康ですね、すごく。そうですね、これ2年ぐらい経ってるかな。1年半か2年ぐらいです。やっぱりそのすき込み次第で健康な根が張るかどうかっていうのがやっぱり重要なんですね。これでちょっと動くわけです、はい、でふわふわしてるもんでこの下へ突き込んでいきます、はい、やっぱりこの空間があるかどうかっていうのは盆栽の成長の鍵になるので、やっぱりこの盆栽職人さんは今入念に、すき込みをしていますね。入ったそうです。隙間がなくなったそうです。であとは土をならします、はい。
これ研究生の私だともっと時間かかるんですけどね。やっぱり早いです仕事が。ということで、これで無事、鉢替えが終わりました。これから、水打ちをします。はい、水打ちです。下から、はい、綺麗な土に、あの水になるまで、はい、ここで、ああなるほど、ほこりを抜いていきます。で、なじませます。はい、これで、水打ちもしまして、これで今回の、鉢替えはこれで終わります。こんな感じになりました。まあ鉢は一緒なんですけどね、根っこをいっぱい切ったんで、もうすごい余裕がある、鉢になってます。これで、今回は終わります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。